まあ、ガードがそこにおって、まあ、こっちのフォワードポジションでボールをもらって攻める。で練習のやり方は、ワンアームの距離にディフェンスがいます。で、当然パスカットがあるし、この関係者よーい、ディフェンスがボールの下にでスタート。ディフェンスもついてくるんで、オフェンスの人は今度はカットされて、さっきのもらってからの引退じゃないから、だから例えば、ボールをもらい、ボールの方向、もしくはボールの方向、こちらかな、ボール当然下がってたらボールもらえるよね、単純に もらえるし、もっと行こうと思ったら、もっと行こうと思ったらこっち側へリングの方向に当然もらえるから。で、もう一個はボールの方向に出てるんやったら、このリングの方向は空いてるやろ、このまま真っ直ぐ行ったらこっちもらえる、当然。でもこうしっかり押さえてきてて、こうカットもギリギリできるぐらいでこっちに下がって、これ真っ直ぐ行ったらリングの方も空いてないな、ほんでボディチェックしてるリングの方向、こっち行くから両方ボディチェックしてる、ボディチェック見られる。なったらどうするのって言ったら、空いてる場所スペースコーナーの、例えばコーナーの方へこうやってボールの方を無理、リングの方無理やけど、この状況でこうやって走っていったらなのでこの状況からフロントとしてっていう方法な、要はその3つな、真正面リングの方向、ボールの方向、自分が次もらって攻めやすいスペース、この3つあるんで、3つのディフェンスがど真ん中に行ったらリングのラインを、これがいないのディフェンス、ディフェンスは一番正しいやな。でもこれボールの方を丸受けだから、ディフェンスは普通はリングのラインとボールのラインをできるだけ少しこの真ん中にこうなるかな、ならその時に3つのところを利用して、例えばスペースの方へ引っ張る、ディフェンス動くんでボールの方に、でまあ、あんまりないけどディフェンスがあんまり上手じゃなくて、こう下がってるとしたら、下がってるとしたらボールの方に、当然そのままもらえたらそのままもらったり。でも今のルールとしたら、一応このワンアームで迎えた状態から始めるから、まあボールの方に動いてもいいし、それでパッと出てきたら今こっちへスペースの広がるのができるわな、これに行っといて、あと2つ残ってるやろ、で2つはだから今パスがミスしたみたいに、このもらう人がオフェンスの話な、リングの方へ手出したりとかこう行っといて、こっち行ってあっち行って出しとくんか、スペースの方へ出しとくんか、リングの方へ出しといたらミスせへんね、パスI'm going to go to the next one.